バージョン 3.6 の螺旋がぬるく感じる。またまた。ほんまに言ってる？もしそうなら、普通の人クリアできないんじゃない？もしかして私も本気で望まないときついレベル？前回の螺旋のよりもきついってなったら、多分、割と手加減なしでやらないと、星9はきついんじゃないか。普通に星36取れる人ほぼいない。よっぽどやな。凍結波お断りってどういうこと？一回見に行くわ。凍結波お断り？通常攻撃が輪装の印を持つ敵に当たった後、ダメージがアップする。海染めの通常攻撃で蓄積する版みたいな感じか。さあ問題の12層ですよ。1の間。前半、トリックフラワー、氷炎。プライマル構造体。これは別になんか良心的な気がするけどな。アビスの死と激流、アビスの魔術師水、アビスの魔術師氷、落層。はぁ、氷シールドはちょっときついけどな。まあでも炎元素の刺さりがめちゃくちゃいいと思うけど。凍るのかこれ。凍結地獄になるのか。やだな。でもね、凍結ハメに対しては明確なメタがあってね、ベネット投げればいいよ。ベネット投げて、全力攻撃だっつって、領域展開してたら体に炎元素がつくから、自分の体についた水元素は、もうたちまち消えるし、氷元素で動きとろくなったりしないし。まあその代わり蒸発妖怪反応でダメージ大きくなっちゃうけど、まあ死にはせんからね、ベネットの爆発は。まあ、ベネット下に入れりゃいけるくね。いやまあ本気でクリアするならね、昨日は。ああ、嫌いな奴がいるわ。アッシュラプトルはまだいいわ。まだいい。こいつはね、まだそこまで理不尽さがないから。ライオン権限やばいな。個人的にはライオン権限嫌だな。近接キャラだけだと、まあまあめんどくさいです、こいつは。三の間。どうなん？聖怪獣2匹しかおらんよ。だいぶ良くなったくね？神材の侵入者、水、炎、氷の導きで。あ、これあれか。召喚すんのが水のコアと炎のコアと氷のコア確定ってこと？最初から教えてくれてんのか。いいじゃん。水、炎、氷、雷の4色でランダムだったけど、3色確定なんだ。4匹？聖怪獣？ 2×2。2×2 でも相当やばいけどな。そう、前回よりむずいって言ってる人が多いのよね。まあだから多分むずいんやろうけど。はい。ということで、お待たせしました。12層です。まあ今日のタイトルが、セノ VS、神材の侵霊者なので、まあセノは後半に投げるとして。でもカズハが刺さると思うねんな、めちゃくちゃ。1の間がね、全員吸い込みにできるって考えたらなぁ。いやまあカズハの強いパーティーか。国際パかな、せっかくだし。タルタル、しっかり見ててくれよな、ベネット、シャンリン、カズハが88レベル。拙者を連れていくのか。これ前半はじゃあこれでいこうかな。タルタル好きだし。セノのパーティーどうしよう。ライオン権限とぶつかることになるので、じゃあナヒーダはいる。でセノと白術は相性いいから白術入れる。あまり遠くまで足を伸ばさずに済むといいのですね。これで勝ちだな。あ、なんかほんまにむずいらしいしな。やりましょう。よろしくお願いします。はい。勝てると思いますよ。事故らなければ。はい。ベネット爆発、はい、吸い込んで、これで一箇所に固める、センカリン、うん、痛いから我慢しろよ、オッケー、あ、これ一回止めるか、で、カズハで吸い込みまして、爆発切っちゃいまして、で、タルタル、オッケー、で、クールタイムに戻しちゃおう、あ、おい、ギリギリ生きてんのか、やるな。で、次に出てくるのがプライマル構造体です。炎元素粒子をシャン、あ、溜まるね。ベネット爆発、シャンリン、センカリンからの、カズハで吸い込む。で、タルタル起動して爆発切る。はい。ああ。やっぱガチすぎたかな？いや、まあまあまあ。こう吸い込んで、爆発切って、センカリン別になくてもいいか。タルタルだけでやれそう。いやー、このタルタルが強いシチュエーション作った時の気持ちよさよね。いや、ちょっと相性良かったな。タルタリアで。てか、カズハで吸い込めて、インターナショナルパーティーはちょっと強すぎたわ。後半が誰だっけ？知らね。まず2体ですか？ 2 体か。はいはい。うわー！あ、そっか、凍るんだ。すぐに直してあげましょう。はい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 。逃げ場はないぞ。ちょっと、ナヒーダで後ろを確認してる場合じゃなかったな。後方不注意。でも後方不注意は良くないよね。あ、氷元素がついて体がとろくなる。ナイスナイス。白術のおかげで草元素がキャラチェンしなくてもつく。領域展開いい。アビス3体なん？やば、それは。それはやばいわ。ちょっと待って。やばい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 。やばい。かかれ。薬も毒に。全部丸見えね。知識は。いやまあパーティーがクソ強いからいいけど。
じゃあ草元素がめっちゃ刺さるからね、こいつら水は。さあ、婦人カメラです。え、ちょっと氷氷水ね。あー、よかったよかったよかった。氷はまだマシだ。水水氷だったら切れてた多分。ようやくだって氷元素に草元素効かないから、だから背ので削るしかないこれ。ほら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 。アビス3体か。なかなかえぐいことしますね。罪を償うがいい。えぐい。ちょっとやばいやばいかも。このパーティーでこのタイムはなかなか敵さんやばいね。てかセノしか有効元素がねえわ。これ爆発切らなダメか、もしかして。治療しないと。これ爆発切らないとダメ、もしかしてセノスキル2回でダメだな。爆発切らされるわこれ。水氷氷ね、3体ね、そりゃやばいわ。じゃあ炎はやっぱ厚めだな後半。じゃあライオン権限後半で神材の神殿だから、ベネットシャンリン後半だね。ベネットシャンリン後半に投げてればまだ戦えるのかな。なんかそんな感じがするわ。ニノマ前半誰でしたっけ。あ、マッシュだ、マッシュラプトルだ。ほらマッシュ、ほら来いよ来いよ、ザコがよ。アイセンカリンでタルタルゴー。痛いから我慢しろよ。18万。あとはもうタルタルとシャンリンで蒸発を起こしながら殴っていけば勝てるね。いやマジで相性いいなこのパーティーは、ほんまに。回避して、あぶね、今の食らってたらシャンリン死ぬと。みんながそばに。でシャンリン回復させながら、ちょっとだけ元素エネルギーも確保しながら倒す。さあニノマです。ニノマは、あ、ライオンか。あ、セドのエネルギーなくてもいいわ。こいつは雷元素効かないから。ようやくは口に逃がし。さあ、苦人観雷です。終わりで撤収。おい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 、領域展開。死の剣剣パ、剣剣パ、剣剣剣パ。ダメージ入ってる？入ってるな。治療しないとな。いや、ちょっとこのパーティー強すぎたわ。まあそうよね。薬も毒に手強い。ちょっとセドのエネルギーは回収して。痛くしちゃう。オッケーオッケー、背のマックスでいけそうやな。やばくない？あー、やっぱ岩パか。生害獣の相手は勝利のシールド盾に殴り倒す岩パが刺さる気がする。ちゃんと壁に誘導しよう。オッケー、爆発切って回復しながらスキルでちょっと炎元素粒子拾って、カズハ切って、センカリン切って、押し込みが。オッケーオッケーオッケー、壁に誘導できればまだこいつらそんなグネングネンしないからいける。ほんまに動きすぎなんだよな。なるほどね、今期の螺旋なかなかストレス溜まるって言ってた人がいたけど、こういうことね。オッケー、カズハで水元素拡散したらやれるやろ。ねえ、どうしよう。炎元素粒子をシャンリンに渡して、ゴーパー投げて、オッケー、ベネット爆発。はぁ、いや、ベネットの領域が残ってればまだいける。でもヒーラーいなくなるな。あ、すげえ、命のやり取りって感じがする今。これやばくない？マジで？痛いから我慢しろよ。もみちばを散らまく惜しみ。熱々でしょ？はいはいはい。これやばいわ。あ、そうや、ベネット死んでるわ。兵器神速。OK、でもやれるやれる。あ、1分半か。でもこのガチパで1分半は、やばいなぁ。これ全キャラ配信やるんですか？無理じゃね？適当なパーティーで、今期の螺旋、無理だろ。ランダムで全キャラで螺旋やろうとしたら、ほんまにちぐはぐな神格ゴロウ草元素だけの時のポレイ、スクロースみたいなパーティーで行くことになるで。無理やで覚えた。迷える旅人よ。え、これ、あ、え、降伏しろ。最初にいきなりシールド貼るん？お前の罪を。あ、そうなんだ。で、硬いね。なんか私、備えてたわ。私服を賜るのだに対して備えてたら、
違うんだ。すぐに直してあげましょう。で激化状態にして、あ、後半は後半は言うて、いや、やばいな、いやんで終わるわこれ。なるほど、理解しました。神材の神霊者意外ときつくない。やばいのは前半だな。もう一回12層やるわ。さすがにちょっとガチリすぎたから、原神初心者でも組めそうなパーティー編成でクリアしたいよね。オール星4でやるんだったら、でもまあベネットシャンリンとか投げてベネットシャンリンしたいよな。いや問題上なんだよな。で問題はベネットっていうめっちゃ強いキャラを後半に投げちゃったら前半がきつくなる。ファルザン平蔵、あーファルザン平蔵ね。草耐性が高いからベネットシャンリン前半に投げよう。で、これよ。分かった、若者に付き合ってやろう。ファルザン平蔵を前半で投げる。アイカー反応だけど炎元素入れたいなっていう考えが頭によぎってさ、いたやん。炎元素、しこたまつけれて、しかも開花反応で使える優秀なキャラクターがいるじゃないですか。スメール入って評価が上がった星4で。おーまあ、おめえの出番だ。呼びだ。今回はどこに行くんだい？で、ゆくあきが残ってるから、ゆくあき入って、ゆくあきコレイの、これ草元素が足りない？足りないとしたら草元素か。そうだな。じゃあ、シールド多いのキモいわ。草きょ、あーヨーヨーかわいい。草きょうめ、これで一回行ってみましょう。こっち後半やね。田中トーマ、生物は、まあ、熟知と原茶ぶっぱだな。まあ、ヨーヨーはセーフだな。で森林4がコレイだけだと若干不安定な気もするので、とりあえず森林4ヨーヨーでも行ってみましょう。で祭礼は合法星の武器なんで、これ合法です。で行く秋も、ゆかき絶縁やろな。絶縁ってか相当原茶に熱くもらないと水元素もあんないから、コレイは祭礼かな。で生物がコレイ森林4で火力ビルドにして、ファルザンマジで武器なんでもいいな。でも落下でいいか。落下、生物は水力4かな。で火力もちょっとわがままで言ってちょっと出せるようにしちゃいまして、平蔵に許されし合法星4武器は流浪学章です。流浪学章。生物は、風剣闘士でいいですね。シャンリーセーフだな。じゃあ、ベネット君、君は、ピンクの刃とかいう星5武器は禁止だ。大丈夫？レギュレーション違反いない？原木、セーフ、ラッカ、流浪、全部星4。トーマがめっちゃいい火力出せると思うねんな。田中、祭礼、セーフ、まあ、行ってみようか。よし、スキルバフ、 HP 上限、スキルバフ。これお札も結構大事な気がする。マジでギリギリの勝負になると思うから、行きましょうか。ベネット、何入ってくんだよ。いきなりやられた。でこれで吸い込みまして、はい、吸い込め。ちょっとトリクラーの誘導下手すぎません？17万、やば。ちょっと待って、一回トリックフラワーの誘導パターン覚えよう。トリックフラワーって壁向いてたらいいんだっけ。下に下がったら全員寄ってくる。オッケーオッケーオッケー、ナイス。そうだね、壁向けばいいんだな。下に吊る、これでいいのかな。ほら生えてこい、トリックフラワー。あー、こんにちは。あー、どうも。あー、どうも。師匠の技を食らいで平蔵で吸い込んで、お前こっち来いや。あー、もうめっちゃ早い。もう3体してんだ。あ、新たな3体だ。早い。やっぱ原神は誘導ゲーなんすよね。あ、全然余裕持っていけるぞ。14万、うん、あ、でも12体のかこれ。え、でも正解、パーティーは正解な気がする。みんながそばに、わしに手を出すつもりか。いや、そんなおばあちゃんに手出したら事案です。はい。マジで誘導だな。平蔵が刺さるか刺さらないか勝負。ベネット爆発、嵐をパンチ、戦火輪。これうわ、マジでこれ誘導勉強しないと無理なのでは。どうなんだろう。ベネット爆発、あ、いや初見だから一回様子見ながら、うん、
この共鳴ベネットファルザン兵像はどうやら正解らしい。後半のパーティーが合ってるかどうかだな。俺いけるかね。後半誰だったっけ。あ、お前らか。はいはいはい。爆発切って左右ルコンをして、ゴジホの決めて、俺使いかね、使いかしろ、俺使いかしろ。あ、ちょ、君のシールドか、硬い。そう、すごく硬いです。ナイスで使いか。1分でいける。ユエベイ出番だよ。股間奥義パシャ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 。あ、いけそう。あれ、おしか言えなかった。おしか言えなかった。深刻な語彙力の低下が発生しました。やめてー、やめ。今の私悪いですか。氷の削るって意味では忍ぶかなって思うんよな。結構クキシノブ雷出せるからね。つまちょ、ヨーおめえちょっと心が痛むが、クキシノブに変えた時の変化がみたい。私の合図を見てから行動。クキシノブを入れられるメリットとしては、片手剣キャラだからぶっ壊れ武器のサイフォース持てるのと、もう熟知ぶっぱだな。イエス。おとなしくしな、おとなしく。はい。ナイス。ボングドモメ、助立ち参上。ナイス。これ、フラワーリーフバインダーさん、マジナイス。火に気をつけろ。左右ルコ。パシャパシャ。パシャパシャ。おう、踊ろう、これ、アンブル。死ねとか言うな。ダメだよ、そんな。悪口、ダメ、絶対。もうわかんない。死なない。目標死なない。はい、嫌い罰上。オッケー、全員にダイブ入る。左右ルコ保険に入る。やめて。水浴びすから。お、主演の審判、それは弱い。炎の盾。いいよ。いや、ギリギリ。いや、ちょっと待って、マジで。こっからの立ち回りがほんまにダメ。ほんまにダメ。マジでダメ。どうしたらいいの。水浴びす狙ってんねんけどな。惜しい。ちょっとダメだ。ちょっと待って一回トイレ行ってきます。ちょっと待って、体力回復するわ。これちょっと逃げちゃだ。もう止められない。いや、止める。もう止まる。止まらない。止める。もう止められない。やめられない。止まらない。もう止められない。リンダリンダ。リンダリンダリンダ。一旦11時までで星3だったら星2で妥協しようぜ。もう十分やってよ。違うんだ。本当は、こんな、沼らないんだよ。私が使ってるパーティーは強いんだ。そんなこと言ったら持ってっちゃうぞ。違うんだい。僕が使ってるパーティーはこんなもんじゃないんだ。刺されさえしたな、最強なんだ。諦めたら終わりだ。もう引き返せないとこまで来てしまったんだ。諦めたらそこで試合終了ですよ。だから諦めない。すまない、これはちょっと己との戦いなんだ。ここまでやったら下がれないんだよ。氷アビス、トーマの付着じゃ全然足りない。後半にシャンリンを持っていくとなると、前半どうやって突破する。深淵とかどう。おもろい、おもろいな。トーマ抜いて深淵ってこと。最高にロングな調子だ。試すか。
深淵の炎付着って強かったっけ。悪くはないと思うけど。深淵は氷砕け、ああ確かにトーマが何もできてなかった時間、深淵は通常攻撃で殴ってれば氷砕けになるもんね。これで深淵が強かったらナイスって感じだな。よし行こう。極限おとなしくしな。待て、こんなに原神と向き合ったことないわ。やめて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 、ほんましょうもない。反逆の歌を奏でろ。深淵削れる、あーだいぶ削りがいい。これレベル3シールドいける。あ、いいな。これでバリ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 、シールドバル性能だけなら支援悪くない。そうね、なんかスタミナきつくなるような、回避するスタミナがなくなっちまってるもんな氷で。前半どれだけ頑張ろうが後半で、ね、はめ尽くされると割とどうしようもないな。こうしてこれ戦火輪切っといて OK で、ここ密着する。密着してれば氷のドリクラーが来てくれます。ほら来た。みんなは俺が守る。わしに手を出すつもりか。ジランバシュキ。はい、洗練された動き、うますぎた。うまくなりすぎてしまった。無駄に手こずったせいで爆発で3体固めて、降りてくる前に3人にパンチ当てる。ここは会心勝負。 OK、 ちょっと不安だから戦火輪切ってベネットの爆発押して、ファルザン爆発押して映像で吸い込んでからのパンチ。1分3秒。アビスの倒す順番を考えてないな。先に水潰すべきか。でも水追いかけたらダメなんだよな。氷潰そうとしても2体いるからな。1体潰しても結局凍結の恐怖に怯えることになる。やっぱ水狙いか。水狙いスキル爆発、クキシノブ爆発スキル、ボレアンバースキル、大丈夫大丈夫、ゆかきさえうる子からのパシャ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 、オッケーオッケーオッケー。で深淵は通常攻撃打ちながら爆発当てて、ちょっとこいつの撃破に手間取ってるな。まあいいまあいい。これアンバ刺さる。これは刺さる。めっちゃ刺さってる。めっちゃ早い。凍結投げ、ほんまに。死ねとか言うな。もう破滅はもう止められない。えぐ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 。これレベル3シールドになってるよな。深淵頼むで。まずギリギリすぎる。何もさせてもらえない。オッケーオッケー、燃え盛って。待ちなさい。あと1体、あと1体、あと1体。よしな、いけるやろ。な、いける言うたやろ。で2の間はもうウィニングラン。そのつもりでパーティー組んでるから。
マッシュラプトル結構意外と火力高いからそこだけ注意で。みんながそばに。料理の時間だよ。今に。いや。せかりたまらんか。後悔しても遅いぞ。言葉じゃわ。燃えろ。言葉じゃわからないのかい。全力攻撃だ。でここはなるべく元素エネルギーを残した状態で次に進みたいんだよな。よし、次誰だ。ライオンゴンゲン。パシャパシャ。オッケーオッケーオッケー。リズムに乗れるかい。いいね。3万2000ダメージ入ってるよ。超開花、超開花のカモだなこいつは。マジでカモ、超開花のカモすぎる。超開花反応の。しっかり立ってな。ここくぐって。太陽ルコ。踊ろう。ふ。ほ。飛激化も起こして。雨描きがたし。パシャパシャして。動くべきだ。パシャパシャして。うん。やっぱり深淵にしても火力は十分だね。超開花が強すぎるわ。慰のリン。慰のリン。太陽ルコ。ちゃんと水元素もつけながら。いやまずい、このスキルは。いやー避けるよ。オッケー、強引に受かるな。この剣はわかるかい。あ、超開花反応って敵に使われるわ。使われたわ。そういえば、そういえば使われるわ。やべー、水元素が足りてね。水元素がない。慰のリン。降りてきて。よし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 。よし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 。オッケー。これこんな雑にクリアしてよかったかな。なんか後々響きそうな気がしてきた。ワニに速攻で貼り付け。2名上だ。料理の時間だよ。セーフセーフ。よし。またかわせなく。みんながそばにいてくれ。そうそう、ワニのその尻尾振り攻撃を永遠に使っててくれ。尻尾振り攻撃、すなわち永遠ない。うねうねすんな。熱々でしょ。くらえ。でここはちょっとベネットの爆発を使うとシャンリンが速くなっちゃうかな。ちょっとつないで時間稼いでから使う。OK、相手の強めの攻撃を受けて。ダウンしてるから先にこいつから落とす。OK、ワニ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 ワギランバ銃撃スキル銃撃爆発よけスキルパンチ。パンチじゃないか。まあいい。熱々でしょ。燃えろ。爆発切って。分かった、生害獣の戦い方密着すりゃいいんだ。全然楽だわ。ミドルレンジでちょっとでも距離取ったらダメだ。密着すれば全然いける。正解中全然いけるわ。1分半や、1分28秒やで。うますぎだろ。おえ削ります。オッケー。導きが必要なんだ。この剣はわかるかい。おい、ダウン長いね君。オッケーで氷シールドは炎で削って、でまたダウン取って、次が水のシールドだから草を置いといて。オ
で次が炎のシールドか、あ、紹介か、で切らさず遠慮にして左右ルコを切って、はい、待て、そう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 、で左右ルコを切らさずスキルも織り交ぜて、でこれが大ダウンなんで、諦めない心、成長、一気に学習した、マジで。トリックフラワーの誘導だいぶ覚えたでしょ、でプライマル構造体の掃除でしょ、二の間はこれ寝ててもいける、生害獣は密着だ、中距離で強い技が使ってくる、なんかぐるぐるとか尻尾ビターンとか、ほんまに張り付いたら弱い攻撃しかしてこないから密着だ、これでもかっていうくらいへばりつけば大丈夫だめっめっちゃ上手くなったわ。とりあえず星4キャラクター、星4武器はこうクリアできましたね。生害獣4体1分半でいけます。いやー頑張った。楽しかった。